アロハこんにちは、 DJ ソワライズメロージャム TV ファイナルファンタジーレコードキーパーやっていきたいと思います。今回なんですが、ウィークリーミッションの宿題となっている星5魔石、今回はディスゲイズなんですが、デスゲイズ生属性弱点物理有効なんですが、ユーナ様魔法で短期で30秒切りアクティブタイムで目指していきたいと思います。ベストタイムは6秒47、こちらは物理パーティーでの編成となっております。まあ、今回なんですが、デスゲイズこいつはですね、時間制限というか泥沼戦というか泥試合ができないので、編成をかなり試行錯誤しました。はい、それでは行ってみましょうか。星5魔石、生属性弱点物理有効にユーナ様短期でいきたいと思います。まずはなんですが、新奥義、こちらでヘイストをかけていきます。オーバードライブは使っております。でここで次なんですが、ゲージため戦技、次なんですがエデン魔石を使っていきます。こちらが強力な攻撃になってます。でチェインはワンチェインで仕留めます。次はフレンドチェイン使います。これ死の宣告135秒とか今感じなんですが、最終フェーズ5秒になるので、そうすると2ターンしか猶予がなくなります。なので倒せそうでも削りきれないという、なのでその前に削り切ります。でリミットブレイクゲージが溜まっているので、リミットブレイクチェーンを使っていきます。リミットブレイクチェーンでチェーンを稼ぎながら ATB 短縮が来るので、ここでシンクロ2を使います。僕は高難度等では使わないシンクロ1、2なんですが、戦闘用で生属性特にシンクロ2を使います。で次になんですが、こちらも D-1、 僕の高難度編成では D-2 を使ってるんですが、こちらでは D-1 を使います。マルクと精神バフが入るので、あともう一度放つ、これがいいかなと。でシンクロの効果、右浴びを使います。限界突破可能な攻撃、こちらで強式を割ってきます。でさらに次のターン短縮入りますので、かなりいいかなと思います。ダメージは2万、かなりいい感じですね。 D 角の効果もあるので、もう1回放つ、これもかなり熱いと思います。でここで次は左槍、しっかり幻突をしてくれる。だから強式入ってしまったので、ここで割ることはできませんが、2回送りで強式を解除。リミットブレイクチェーンの効果で幻突攻撃一発、火ダメは全然痛くないので、このまま攻撃をし続けます。左浴び、こちらで効果で召喚師モードがついていると幻突攻撃の一撃入るので、ここがかなりでかいかなという感じですね。でチェーンが切れそうなので、ここで幻突攻撃をしていきます。7万、これはでかいかなと思います。でチェインがもう切れそうなんですが、チェインはワンチェインで終了。チェイン内で倒すことはできないんですが、ブライジャー、これは全然問題ないですね。で最後にエデンを使っていくと、こちら魔法のエデンなんですが、余裕でカンストしてくれているので、このままいきます。3連撃でこちらで終了。 25.51 秒となりました。30秒切り無事達成で、ユーナ様短期物理編成の物理有効でも魔法編成ユーナ短期でもいけたと。これは結構苦戦しましたね、ちょっと導くまで。ただ単にポチポチでできなくて、必殺技の使う組み合わせを変えてシンクロ2を使
って工夫してみました。はい、それではですね、後半はパーティーの方の編成を紹介していきたいと思います。なんだかんだデスゲージはちょっと強いので、状態異常系とか死の宣告、これが厄介かなと思います。泥試合ができない。でパーティー編成なんですが、ユーナ様英雄神器つけてます。アビリティなんですが、異界送り千阿弥とルナードラゴン使ってます。開幕はですね、新奥義にてヘイストをかけます。2ターン目はこちらゲージため戦機で使うのはシンクロ2。こちらね、右アビがね、限界突破攻撃と待機一ターンなしで、左アビなんですが召喚師モードが付与されてると限界突破可能の攻撃を一撃追撃してくれる。これかなりでかいので、これがシンクロ2のいいところかなと。で D 角1ですね、普段僕使っているのは D 角2なんですが、 D 角1で魔力精神バフともう一度放つ。でリミットブレイクチェーン生属性ですね。でリミットブレイクオーバーフォート覚醒1を準備してたんですが、使わずに30秒切りできました。レコードマテリアは生属性ダメージアップ大で、確率発動までつけてたんですが、確率発動はしませんでした。ステータス載せときます。参考になったら嬉しいです。魔石紹介します。エデンメイン魔石につけてます。継承枠はこんな感じ、継承レベルマックス、普段僕が高難度で使ってるやつになります。サブ魔石バハムート霊式、バハムート界ギルガメッシュアレクサンダーとなってます。バハムート霊式も高難度で使ってるものになってます。魔石継承枠をマックス。バハムート界なんですが、ヒールアップフィジカルアップ使ってるんですが、こちら回復に余裕があったので、まあ、別の魔石で作ってもいいかなと思います。ギルガメッシュも生属性用で作ってないので、汎用性のある方を使ってます。でアレクサンダーつけてます。参考になったら嬉しいです。はい、まあ、趣味でやってるユーナ様短期シリーズ、今年もやっていこうかなと思います。フレンドなんですが、バブラソーサラフレンドチェインを使いました。はい、ベストタイムなんですが6秒47、これは物理編成でやった時の過去のタイムになってます。で今回ユーナ様短期ということで、前回去年かなチャレンジしたんですができませんでしたが、今回ちょっと工夫して新たにやってみようかなと思ったら30秒切りできることができたので、今後もウィークリーの星5魔石ユーナ様短期チャレンジまたやっていこうかなと思います。 DJ ソーライズメロージャム TV ファイナルファンタジーレコードキーパー、コンスタントに YouTube ライブ動画投稿ガチャ動画等やってますので、よかったら見てくれたら嬉しいです。モチベーションアップになりますので、チャンネル登録高評価コメントいただけたらすごい嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。サンキューマハロ。